はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はということでサムネを出しましょう。まあ緊急収録にはなるんですが、やっぱり欲しいということで猛角をギリギリで投与しましたということで、もうすごいギリギリになってます。現在ですね、画面の方で残り時間が2時間と18分ということで、ものすごいギリギリ。まあそれはね、なぜかというと、まあさっき動画上げた通りなんですが、アップデート放送というか、アップデート情報を待ってたんですよね。で、まあやっぱり強い副将とか、整合暴走バッファーがそろそろ来そうだなっていう噂も流れてまして、まあこのあたり次のアップデートでどうかなというところでギリギリまで見たんですけど、まあ小使命だったっていうことで、しかも少女の成長もない、精鋭もあるっていうところで、まあ今回そこまで強い副将ではないのかなという感じでした。で、まあ、整合暴走の可能性はまあなきにしもあらずなんですが、まあ猛角でね、まあちょっと猛角の方がもう情報も全て出ておりますので、まあこっちで確実に、強い副将を取っておこうかなと。しかも MR アバターですからね、まあ僕も、UR1000 の猛角プラス6にしているのを使っていったので、じゃあまあここまで育っているのであればまあいいかなというところで、今回ね猛角を取っていこうかなと思います。まず猛角が、割引券が55枚で幸運券が4枚の状態で、絆が2個ある状態です。で、元宝も11万1000っていうところで、まあ3万ぐらいで取りたいなっていう希望があるので、まあ8万ぐらいで収まってくれればなと。うん、残り元宝がまあ8万ぐらいですね。で、収まってくれればなというところです。ということで、まあ幸運券をね、まずしっかり使いつつ、取っていこうかなと思います。で、まず割引券ですね。割引券で、まあ、1枚ずつ、もったいないですけどね、1枚ずつ使いながら、幸運券のところで、まあ、確定のところで幸運券使っていこうかなという感じです。ということで、早速やっていきましょう。まずはね、もったいないですけど、1枚ずつ使って、確定のところで幸運券という形をとりあえず30連ぐらいしてみましょうか。で、残りをね、10連って形でやっていきましょう。で、途中で水引きもね、手に入るんで、まあ、それも使いながらというところですかね。ということで、何も出ないまま幸運券になりました。まあ、こういうのが一番避けたいですよね。毎回ガチャ動画のたびに言いますけど、やっぱ10連で2絆は引いておきたい。この幸運券はね、もう実質5絆分ですので大きいですよね。まあ、幸運券でもいいですよね。絆が出なくても。で、幸運券ということで。幸運券使っていきましょう。で、幸運券がね、やっぱ倍になるので、これが一番でかいですよね。やっぱこういうアバターガチャに関しては2倍とか5倍がないですので、CMR ガチャ、まあ、UR1000 ガチャもそうですけど、うん、あっちみたいに倍々っていう感じではないので、よし、じゃあここまでは幸運券使っていって、まあ、1枚残るんですけど、これ水引きがね今後手に入っていくので、水引きでうまいこと調整しようかなと思います。ということで、まあ、割引券で10連引くのがね、やっぱ最安の元宝になるので、まあ、ここしっかり10連で残りをね引いていきましょう。で、幸運券が出てくれましたので、ここは大きいですね。まあ後でやろうかな。まあ、どれぐらい幸運券出るか分かんないですけどね。で、絆が2絆分を2つ引いてますので、これで9絆。まあ、こういうのが続いてくれればありがたいですね。で、これが最低保証になってます。これが一番きついね。で、ここも9絆。こういうのがね、バンバン出てくれると大きいかなと思います。で、次の段階までが、20連で届くのかな。じゃあ、20連やっちゃう。た方がいいか、それとも、いや、もうここは残り10連やっちゃっての割引券で10連でいきますか。で、幸運券使えばね、うまく幸運券のところまではいけるかなと。幸運券使い切るところまではいけるかなって感じです。いいですね。この10連は非常に優秀かなと思います。で、2絆取りまして、ここで絆の水引きが10溜まりましたので、ここで9使って幸運券かな、うん、と思います。やっていこうかな。で、ここでいいですね。で、幸運券ですね。で、幸運券プラス水引き、いいですね。ここまで来て105で、まあちょうど希望の8万ぐらいでとどまりそうなところまで来てくれてはいます。で、ここで割引券で残り10連引いていきましょうかね。いいですね。
あと、ロック絆。まあ、確定まで行ってもいいかな、この感じだとね。うん。まあ、割引券1枚で済むし、行きましょう。ということで、猛角取りました。まあ、希望通りかな。いいですね、猛角かわいいね。まあ、もともとっていうか、まあ、UR の猛角の頃から、まあ、ずっとね、お城ではお世話になって、常に、反射で使うために、HP 育成をずっとやってたんですよね。で、まあ、お城でずっと使ってたんですけど、まあ、CMR 環境になって、まあ、あんまり反射がね、効かなくなったっていうのもあって、まあ、そもそもね、整合援護ではないっていうところでね、この子の UR 線の猛角に関してはね、っていうところで、まあ、ちょっと使いにくくなったっていうのもありまして、もう使い道がね、なくなってしまって、今ちょっと眠ってる状態だったんですけど、まあ、ここでね、MR になって、しかもね、スタイルチェンジっていうところで反射爆弾からタンク系になったっていうところもね、また一つ大きいかなと。僕今のところタンクを持ってないんですよね、タンク系の副将。ブリュンヒルドはじめ、あとは例えば今来てるテイシンもそうですし、まあ、孫権とかね、長老持ってますし、ハンニバルとかね、たどれば、まあ、ハンニバルも持ってないですしっていうところで、やっぱタンク系副将ってやっぱトップ層の方が使うから強いっていうイメージがあったんで、まあここ猛角ですね。まあそんなに HP 育成でもそれなりに仕事をしてくれる、まあ孫権みたいなね、がっちり固めたらまあより強いのは当たり前なんですけど、まあそこまで HP 伸ばしてるだけでも十分仕事をしてくれるタンク系、しかも反射もあるっていうところで、まあ今回ね、東洋に踏み切りました。なので、まあ小紙面はね、できるだけ弱い感じで来てもらえたら個人的にはね、嬉しいかなと思います。で、原本も予定通り84,000、まあちょっと安いかな、27,000、8,000ぐらいで取れたのかなっていうことで、まあ、10連ぐらいは安く取れたかなという感じです。なのでまあ今回も良かったかな。前回もね、大指名の時もそこまで高く来なかったんで、最近ちょっとガチャ運いいかなと思います。はい、ということでチャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでーす。